上京消防団は今年発足70周年を迎えます。現在伊藤団長と南出副団長、宇根野副団長、小川副団長、木村副団長の5名からなる本団と17分団299名の団員で構成されており、火災時の消火活動や災害時の救助活動はもとより、無火災推進防災の啓発活動を日々行っています。それでは17の分団をご紹介いたします。1387世帯2683名の方が暮らす誠一学区には、堀川通りに面してスクリーンホールディングス、水火天満宮、扇町公園などがあり、大宮通りを中心に商店街、住宅街が広がっています。誠一分団は西脇分団長以下19名の団員で活動しています。寄付庫は上五両前通りにあり、北支援総合学校に隣接しています。上京消防団創立70周年の節目の年に、京都市消防団総合採掘を受閲させていただきます。良い成績を残せるように頑張ります。4509世帯8285名の方が暮らす室町学区には、重要文化財である浦仙家今日庵、1875年創設の同志社大学、来年創設150周年を迎える室町小学校があります。室町分団は原口分団長以下23名の団員で活動しています。寄付庫は室町通りにあり、さまざまな手作り看板が目印です。室町小学校に隣接しています。自分たちの町は自分たちで守る。学生団員も頑張っています。無火災目指して頑張ろう。頑張ろう。1459世帯2774名の方が暮らす県留学区には、石畳の続く織物の町西陣大黒町、釘抜き地蔵で有名な釈蔵寺、秋には黄金色に色づき人々の目を楽しませてくれるイチョウ並木が続く千本通りがあります。県留分団は西村分団長以下13名の団員で活動しています。寄付庫は寺の前通りにあり、県留小学校に隣接しています。県留分団1494世帯2777名の方が暮らす西陣学区には、築130年を超える歴史を持つ三上長屋、本坊法華宗の大本山である妙蓮寺、地域の人々が集う西陣公園があります。西陣分団は本田分団長以下20名の団員で活動しています。寄付庫は北川通りにあり、旧西陣小学校に隣接しています。佐藤です。藤沢です。辻です。本田です。鈴谷です。木村です。大社です。和田です。西陣おー。2358世帯4118名の方が暮らす桃園学区には、陰陽師安倍の生命公をお祭りした生命神社、西陣織商業の中心地として栄えた千両月寺、西陣中央小学校があります。はい、ここに桃園分団は樋口分団長以下21名の団員で活動しています。寄付庫は知恵公院通りにあり、西陣中央小学校に隣接しています。桃園分団です。上京消防団70周年おめでとうございます。これからも火事出さんように頑張んぞ。2084世帯3787名の方が暮らす小川学区には、
蹴鞠の宗家であった公家飛鳥池の屋敷跡に立つ白峰神宮、一条戻り橋、上京区総合庁舎、武者の工事千家の環球庵などがあります。小川分団は立花分団長以下18名の団員で活動しています。木具庫は油の工事通りにあり、元小川小学校、三つ葉幼稚園に隣接しています。本日は京都消防団70周年を迎えることができました。我々小川分団は小川学区の安全安心防災無火災に消防団員全員が一丸となり頑張ります。えいえいおー。3448世帯6404名の方が暮らす湘南学区には、学問の神様菅原道真公をお祭りした北野天満宮、上七軒歌舞練場、京都最古の花町上七軒通りがあります。湘南分団は松崎分団長以下17名の団員で活動しています。木具庫は七本松通りにあり、湘南幼稚園に隣接しています。湘南分団です。湘南学区には北野天満宮、専門社稼働、郵政寺など重要文化財、国宝がたくさん存在します。そのため湘南学区では毎月25日に北野天満宮の特別警戒を実施しています。この町の宝がたくさん眠る湘南学区から火災を出さないぞ。おー。2139世帯3688名の方が暮らす唐久学区には、千本今出川交差点に立つ三好堂の歴史を感じる時計、西陣千本商店街、学区内最大の世帯数を占めるメガロコープ西陣があります。唐久分団は中島分団長以下20名の団員で活動しています。木具庫は五つ字通りにあり、唐久中学校に隣接しています。はい、ようこそ唐久分団へ。今日はですね、地域のお祭り唐久和所というお祭りで、17回目を迎えるんですけども、それの地域のお祭りに、消防団として活動しています。今日は消防団担当は焼きそばとで、僕は、これからバンド演奏をします。どうかごゆっくり、これからも予防のために、頑張っていきますので、どうかよろしくお願いいたします。唐久分団でした。2144世帯4053名の方が暮らす清新学区には、千本中田中里交差点に立つ時計台、かつて千本座などでにぎわった繁華街西陣峡谷などがあります。仁和寺街道などの細道の多い住宅街でもあります。清新分団は野村分団長以下16名の団員で活動しています。木具庫は常福寺通りにあり、清新小学校に隣接しています。分団長の野村です。副分団長の吉村信明です。副分団長の田中哲です。副分団長の高田武です。部長の田村成人です。部長の山川勲です。富田です。伊藤です。伊藤みなりです。橋です。宮本です。浮かさないで行くぞ。おお。5277世帯9797名の方が暮らす仁和学区には、京都市指定文化財である奥谷家、たくさんの妖怪たちと人々でにぎわう百鬼夜行の通り道一条妖怪ストリートの名で知られる大将軍商店街、宝石市場メッサ北野があります。仁和分団は久米分団長以下11名の団員で活動しています。木具庫は下の森通りにあり、仁和小学校に隣接しています。高田です。副分団長です。酒井です。副分団長です。西田です。団員です。西村です。班長です。岡本です。部長です。
河合です。部長です。熊谷です。班長です。柱谷です。副分団長です。秋田です。班長です。森田です。部長です。久米です。分団長をさせていただいております。頑張るぞ。おう。4347世帯8323名の方が暮らす出水学区には、国の登録有形文化財である山中油店の水車、中村公園、子どもたちが元気に通う二条城北小学校、二条公園、二条城、二条中学校があります。出水分団は松田分団長以下21名の団員で活動しています。寄付庫は下田中里知恵公園西入にあり、二条城北小学校に隣接しています。気をつけ。頭か。やれ。出水分団出動人員分団長以下16名、現在寄付庫にて待機中です。報告おれ。頭か。やれ。出水分団は地域と連携して防火防災につなげるぞ。おう。2609世帯4476名の方が暮らす京極学区には、東山連峰如意ヶ岳を眺め人々が行き交う河原町今出川交差点、買い物客でにぎわう出町増形商店街、京極小学校があります。京極分団は下村分団長以下21名の団員で活動しています。寄付庫は寺町通りにあり、京極小学校に隣接しています。安心安全で住みよい京極学校を地域に信頼される京極分団を作ろう。1878世帯3641名の方が暮らす中立学区には、中立売り橋、楽焼鎌本楽家に隣接する楽美術館、重要文化財の旧京都中央電話局西陣分局舎、ブライトンホテルなどがあります。中立分団は宮下分団長以下20名の団員で活動しています。寄付庫は新町通りにあり、新町小学校に隣接しています。地域のために頑張るぞ。気をつけ。頭は長直れ。ただいまから巡回広報を実施します。よし。1483世帯2889名の方が暮らす自楽学区には、地域の教育の発達を願って設立された自楽教育会の自楽会館、京都市指定文化財の石造深淵アーチ橋、堀川第一橋、武将名和長利公戦没遺跡のある名和公園があります。自楽分団は中山分団長以下16名の団員で活動しています。寄付庫は吉屋町通りにあり、元自楽小学校に隣接しています。日の用心頑張るぞ。おー、自楽分団でした。1987世帯3639名の方が暮らす体験学区には、日本初の公営店舗付き集合住宅堀川商店街、日本最古のライブハウスといわれる実徳、京町屋の多く残る細道沢良木町通りがあります。体験分団は野崎分団長以下16名の団員で活動しています。寄付庫は猪熊通りにあり、体験幼稚園に隣接し元体験小学校内にあります。
体験消防分団、強靭な肉体、強靭な精神力、さあいつも持ち備えよう。最悪の現場で活動している同志の消防団員に敬意を表し、我々も備えよう。どんな災害が待っていようとも回るこの地域を、人々を、体験学校を守ります。体験消防分団、おお。1780世帯3170名の方が暮らす重野学区には、京都府庁府警本部第二赤十字病院、上京消防署等の主要施設、御所へと続く下立売通り、沢良木町通りなどがあります。重野分団は上村分団長以下10名の団員で活動しています。木具庫は下立売通りにあり、元重野中学校に隣接しているほか、御所内にもあります。地域の安心安全のために重野分団頑張るぞ。おー。1331世帯2441名の方が暮らす春日学区は、新島会館と新島城指定であった新島宮廷、鴨川のほとり国の宮邸跡地に立つ宿国荘、第三陽書斎、三種水明書があります。春日分団は江戸原分団長以下12名の団員で活動しています。河原町丸田町交差点にあった旧木具庫より、平成29年10月新烏丸通りに面した新木具庫へと移転し、分団としての新たな第一歩を踏み出しました。春日分団分団長の江戸原です。平成30年4月開校の御所東小学校に伴い、この場所に新木具庫が移転しました。この新分団木具庫にて第一同一丸となって春日学区より火災などを出さぬよう守っていこう。おー。京都市消防局では平成29年度女性消防団防火安全指導隊が発足し、上京区ではスミレ隊として分団の垣根を越えて女性団員が参加活動しています。今後も女性の視点や感性を生かし、火災予防を啓発していきます。消防団の活動は5日20日の無火災推進日での訓練や夜警をはじめ、年始に行われ、京都市消防職員らとともに訓練や更新を通じて、あらゆる災害に立ち向かう京都消防の勇姿を披露する京都市消防出初め式、地域の自主防災会とともに行われる学区総合防災訓練、市民の皆様の防火防災意識向上を目指す京都市消防団フェスタなどがあります。団員一人一人が自身も上京に暮らす一員として、地域の安全を考え、時に見守り役として寄り添い、時にリーダーとして引っ張っていく、そんな地域に密着した活動をこれからも行っていきます。